富士木富山港は、富山県高岡市と富山市、伊水市にわたる港湾の総称である。港湾管理者は、富山県。富山湾沿岸,沿岸奥部の3つの港域によって、形成されており、高岡市の富士木地区、富山市の富山地区、伊水市の新港地区の3地区が所在する。港湾法上の国際拠点港湾、高速法上の特定港に指定されているほか、 日本海側拠点校の内総合的拠点校と、部門別では、国際海上コンテナ、国際フェリー、国際労働線、外交クルーズの3部門の拠点校に指定されている。校内に保存してある初代海洋丸と山湾岸に、置市、富山県及び北陸地方の主要な港湾である。富山県を含む北陸工業地域、ひいては、中華人民共和国、大韓民国、 ロシアなど、韓日本海圏の交易拠点として、重要な役割を担っている。北陸工業地域のほぼ中央、また、東京都市圏、名古屋都市圏、大阪都市圏及び、新潟都市圏、東北方面とほぼ遠距離に位置している。また、高速道路や国道、鉄道を用いて、アクセスが可能。港一帯は、港アシスとして登録していて、不思議地区は、 不思議コミュニティセンターを代表施設とする港アシス不思議として地域振興や交流を深めるためのコミュニティ施設となっている。また、新港地区は小船海大丸を中核施設とする港アシス海大丸パークとして観光スポットとなっている。1975年撮影の不思議と山湖、西側エリアの空中写真、画像左の親矢部川、 小川川口付近が、伏木港。画像右の堀り込み港が、富山新港。画像中央付近の海岸線沿いの市街地が、旧新港市の中心部北条津である。この画像撮影時には、新港大橋や海王丸パークは建設されていない。1975年撮影の12枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。富士富山港のヘドロにはダイオキシン類が含まれており、その面積は41ヘクタールで、環境基準を超過する汚染提出量は28万6千立方メートルであり、提出汚染のダイオキシン類濃度は160から1万ピコグラム TQG と国土交通省が発表している。ありがとうございます。